はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいましょうに頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信の企画にですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。メガネが今日はね、曇ってしまうんで、ここをしっかり締めておきます。はい、ですね、白血病でのね、抗がん剤や骨髄移植をした時にですね、皮膚障害が出ることがあります。皮膚障害ね、入院中に僕は頭からこの膝ぐらいまでの皮膚がですね、こうガサガサになってしまいました。この場合はね、皮膚科の先生にね、見てもらいます。どんな薬を使っているのか、どんな薬を飲んでいるのか、そして今のお肌の状態、どんな状態なのかっていうのを見てもらいます。でまあ、その診断ではね、わからないので、僕の場合はですね、皮膚と肉の一部をメスで採取されました。痛かったですよ。何が痛かったってね、メスで肉を切る時よりもですね、メスを入れる前に麻酔の注射をするんですよ、プスってね。それが痛かったですね。ほんまに。もう痛すぎてびっくりしました。だって思ってたのとね、思ってた麻酔の感情ちゃうかったんですよ。で勘違いからびっくりした人間ってね、えって言うんですね。もうほんまにびっくりしすぎてね、まあ、そこから麻酔が効いてきて、というか、まあ、麻酔の痛さを引きずってですね、こうメスで切られることなんかわからんまま終わりました。縦1センチ、横3ミリ、深さ1センチの肉片をこう取って検査する。生体検査っていうんですかね、看護師さんや先生はね、生検と言ってましたけども、まあ、その肉片を見た時にね、僕ちょっとびっくりしましたね。見してもらったんですよ。見してください、言うてね。まあ、肉ってね、赤いイメージあったんですけどね、白かったんですね。まあ、きっと僕の赤みまでは言ってなかったんでしょうね、肉の部位のね。まあ、まあ話戻しますけども、その皮膚障害の原因を調べるのに肉片を採取した結果なんですけども、まあ、僕の場合は骨髄移植における GVHD というものでした。まあ、分かりやすく言うとね、その、まあ、副作用みたいなもんです、骨髄移植におけるね。まあ、その症状によって血液検査、尿検査だけじゃなくてですね、まあ、このような生体検査をする場合もあります。まあ、おかげでこのようにね、こう傷ですかね、ここ、まあ、見えるでしょ、こう切ったのはここのチョンなんですけども、なんか周りのこの皮膚もね、ガサガサって黒くなって残ってしまいましたけども、まあ、このように残ってしまったんですけどもね、まあ、原因ね、その症状の原因がわからないままではいけませんので、まあ、こんな傷口はね、まあ、治療の勲章と思ってます。まあ、入院されてる患者さんらもね、もしこれからこのような治療で痛い思いをされるかもしれません。しかし元気になるための治療なので、ちょっとちょっと我慢して頑張りましょう。痛みはね、そのうち和らいでいきますので安心してください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。